の下手くそな絵はこんな絵こうしてやるぜ。悔しかったら完璧で綺麗な絵を描くんだな。それまでずっと邪魔してやる。そんな、サンサン頑張って綺麗な絵を描こう。よし頑張るぞ。ここをこうして、あれれ全然うまく描けないよ。大丈夫、僕は綺麗に描けるよ。これがこうで、これれれれ、ちょっちょ足が悪かったかな。これはひどい、相変わらず下手くそな絵だな。こうしてやるぜ。どうしよう、綺麗な絵が描けないよ。絵が苦手でも綺麗な絵を作る方法はあるわ。この塗り絵シートを使ってみて。塗り絵シート、そうか、これに色を塗れば綺麗な絵になるぞ。絵が下手っぴのサンサンでも安心だね。くもりんに言われたくないよ。よし、この色鉛筆で塗り塗りするぞ。ノイズ見てろよ。なに、塗り絵だと？そんなのずるいぜ。色鉛筆は没収だ。だったか、綺麗な絵が描けなくなっちまったな。ひどいよ。どう考えてもノイズの方がずるいわよね。サンサン、色が塗れなくなっちゃったね。これじゃあ綺麗な絵なんて夢のまた夢だ。サンサン、夢は叶うわ。このペンを使ってみて。ありがとう、さすがつくも。あれ、先っぽが白い。まあいいや、何か描いてみよう。あれ、色が出ないぞ。こんなのいい色ない。二人ともまだまだね。このペンは塗り絵シートのためのペンなのよ。何言ってるのさ、これにも色がつくわけ。色がついた、すごい、信じられない。しかもペンによって違う色が出るぞ。どういうことなんだ。よし、色を塗り分けて塗っていくぞ。それそれそれ、できた。すごいじゃない、サンサン絵うま。どういうことだ、絵の色が塗れてるじゃねえか。これでどうだ、ノイズ。まだまだだな、サンサン。この絵は背景がねえじゃねえか。これじゃあ綺麗な絵とは言えねえな。そんな、こんな真っ白な背景どうしようもないよ。色鉛筆もないし、どうすればいいんだ。残念だったな、サンサン。この絵もこうしてやるぜ。わあ、せっかくの絵が台無しに。あれ、ノイズの落書きところどころ途切れてる。そうか、もしかしてくもりん、変化して。え、いいよ。で、サンサン何してるの。絵を塗りつぶしてるんだ。サンサン、ショックでおかしくなっちゃったの。くもりん、つくも、僕は間違ってなかったよ。え、すごく綺麗な背景が出てきたぞ。おお、まさか何もないところから絵が浮かび上がるなんて。ノイズ、これでどうだ。なに、絵も背景も完璧で綺麗じゃねえか。チクショー、覚えてやがれ。やった、ノイズを倒したぞ。やったわね、サンサン。僕の塗った絵が綺麗だと思ったらグッドボタンを押してね。これでお絵かきができるね。あれ、いい匂いがする。こっちかな。ここはビクミランド。あ、ロリポップだ。何の匂いかな。くんくん、ブルーベリーっぽい。開けてみよう、どんなビクミが出るかな。マシュマロみたいな匂いするぞ。もしかしてこの中
ワクワク、ドキドキ。それなんか飛び出てきた。はじめましてです。僕スモーリーって言うです。よろしくです。スモーリー、わん。これから毎週土曜日スモーリーと遊ぶ動画を出していくよ。他にもたくさんのピクミーたちとお友達になりたいから、みんな応援してね。ピクミーポップは9月15日発売。下のコメント欄の青い文字を押すと予約できるよ。ポチッです。ノイズと追いかけ対決をしてたらピクミーポップのスモーリーと出会った。一体何をしてくれるんだろう。みんな見てね。今日のお絵かき。うちは、はいはい、そこまで。まだ途中や。アンビルチャンネルで私たちの自己紹介するよ。もっと喋らせてよ。今日の夕方にも動画を出すんだよね。早く見てみたいな。みんな、アンビルチャンネル略してアンちゃんもよろしくね。うちが得意なことはそうだ、なんだ。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったら